この協議会は日頃の訓練の成果を競おうと陸上自衛隊北部方面隊が毎年行っているもので、道内の陸上自衛隊の戦車部隊の隊員らおよそ500人が参加しています。今回は90式戦車などおよそ180両が参加。戦車は走行しながら数キロ離れた標的などへ射撃を繰り返します。そして4両が1つのグループになって射撃のスピードや正確さを競います。砲弾が発射されるたびに周囲には轟音が響いていました。この射撃競技会は予備日を含め今月17日まで行われます。